はい、それでは今日も未来の自分自身におはようございます。はい、それでは今日の日付はですね、2022年、令和4年の11月9日の水曜日。今日も日本経済新聞の朝刊からいろいろと今の社会情勢を学びつつ、朝からしっかりと文字を読んで音読をして、口を動かして声を出していく、そんな練習を行っていきます。ということでですね、この新聞の、トピック欄にもありますけれども、昨日の朝もですね、ちょっと簡単に触れたように昨日の夜、皆既月食があって、私自身もこの帰る途中ですね、空を見上げてみると、ちょうど、影全部がですね、月が全部影に入る直前のところで、歩きながらチラ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 と、空を見るたびにですね、少しずつ少しずつ月食が進んでいるという様子が分かったりして、本当にロマンチックというかですね、天体ロマンのある一日というか一晩になったんじゃないかなというふうに思います。で、今回はですね、月が遠く離れた天王星、天王星も隠すという天王星食が起きたということで、このですね、天王星食が惑星食と言われる、皆既月食が行われるのはですね、安土桃山時代以来、1580年以来442年ぶりということだそうです。次に皆既月食が見られるのは2025年ということらしいですけれども、惑星食と同時に起こることに限って言うと322年後の2344年ということですから、本当に今回ですね、希少価値の高い月食だったのではないかなということで、この天体好きというかですね、子どもたちも含め、やはり夢とロマンを空に感じる人たちはですね、結構空を見上げていて、で、帰り道もですね、ちょっと空が広く抜けているところに通りかかると、何人もの人が空に向けてですね、スマホを構えていたり、立ち止まって見上げてみたりしていてですね、本当に素敵な一晩だったし、結構天気が良かったので、この空気の状態もですね、湿度が少なくて、天体というかこの空を見上げる、夜空を見上げるには本当にちょうどいい気温も、天気も抜群だったので、この観測には本当にもってこいの日だったので、好きな人たちとかニュースとかですね、映像を撮る人たちには本当に貴重な機会になったのではないかなというふうに思います。ということで、今日もですね、まずは昨日の日経平均株価の終値を確認しておくと、昨日の日経平均株価の終値は 27,872円11銭、27,872円11銭ということで、おとといに比べるとプラス344円47銭、プラス344円47銭ということでした。そして円ドル相場、為替を確認するとですね、146円72銭から74銭、146円72銭から74銭ということで、おとといに比べると79銭高ということですけれども、今朝の時点でネットニュースなどを見ると145円台とかで取引をされていたりしているようなので、少しですね、今までに比べると円高傾向の流れにもあるかもしれませんね。それでもまた年末に向けての動きが本当に一段と忙しくなってくる時期に入ってくるので、この辺のところはある程度ですね、幅を持って見ておくということが重要なんだろうなと思います。で、今日もですね、音読の題材に取り上げた一つ目の話題については、社説の一つ目からですね、リスキリングで労働移動を着実に進めようというタイトルの記事となっています。リスキリングで労働移動を着実に進めよう。政府が5年間で1兆円を投じて、働き手のリスキリング、学び直しを支援する。デジタル化や脱炭素では人材育成が重要になるが、日本ではリスキリングで欧米に5年から10年遅れを取ってきた。実効性のある支援で成長分野への労働移動を着実に進めるべきだ。政府は3年間で4000億円としていた規模を今回大幅に拡大した。非正規雇用だけでも約2000万人いる。多くの働き手が学ぶ機会を得られるためには増額は妥当な判断だ。だが規模が大きくても中身が伴わないのでは困る。個人の技能を確実に高め、より処遇の高い、より処遇の良い仕事につける道筋をつけてほしい。学び直しで先行するシンガポールは、政府機関が IT 大手と提携し、人材の需要や技術の潮流に合わせて学習プログラムを絶えず見直している。日本も公共職業訓練や求職者支援制度の教育メニューの効果を
随時点検し、実践に即した内容に改める必要がある。政府はリスキリングから転職まで一貫して専門家に相談できる制度を新設するという。方向性は正しいが、相談員となるキャリアコンサルタントの能力にはばらつきがある。転職市場だけでなく、技術の最新動向にも精通した人材の確保が欠かせない。リスキリングでは学んだ知識や技能を実践する場が重要になる。円滑に再就職できるよう官民が協力して現場研修の仕組みを構築してはどうか。スウェーデンの職業訓練では企業が長期の実地訓練を受け入れる。デジタルなど人材不足が懸念される分野で検討してほしい。政府は転職を受け入れる企業への支援も検討している。獲得競争がすでに激しい高度人材の採用を促しても、労働移動を増やす効果は薄い。例えば、使用期間中の教育訓練を条件とするなど、幅広い働き手が転職しやすくなる仕組みを考えるべきではないか。企業は社員教育をコストではなく投資と捉え、事業を再構築して成長分野への配置転換を急がなければならない。リスキリングが人材流出につながる懸念を指摘する声もあるが、成長の機会を与えられない企業には人材が集まらないと考えるべきだ。リスキリングは中小企業や地方で遅れが目立つ。広島県は、IT 関連資格の資格、取得費用の補助や経営者の研修を独自に手掛ける。自治体でも取り組みを進めてほしい。ということで、まあ、この学び直しとかリスキリングとかですね、転職ということも、まあ、本当に言うほど簡単ではなくて、まあ、転職してもですね、その職場に慣れるためには、相当な時間もかかるし、結局この机の上で覚えた知識などがですね、役に立つためには本当にそれこそ年単位、2年3年という実際の経験値が必要となってくるので、まあ、この辺のところですね、まあ、なかなか実際の理想と現実という意味で言うと難しい面もあるかとは思いますけれども、このような取り組みを進めていくことというのもですね、まあ、社会が変わっていくには重要なことですし、まあ、そしてどん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 社会も変わっていくので、リスキリングとして学び直した知識や経験もですね、結局のところまたあっという間にどん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 変化して変わっていくということにもあるので、学ぶ側もですね、柔軟な本当に、臨機応変な発想ができて、受け止めて、それをまた着実にですね、日々の実践に生かすことができるような、まあ、そんな、マインドというものもですね、必要になってくるということになるなという気がしますね。で、2つ目の音読の題材については、税の使い方がずさんすぎるという2つ目の社説を取り上げさせてもらいたいなと思います。会計検査院が国の2021年度決算の検査報告をまとめた。税金の使い道などに問題があると指摘したのは310件で、総額はおよそ455億円に上った。新型コロナウイルス対策のお粗末さが特に際立っている。予算の使い残しや不適切な執行が相次ぐのは看過できない。これでは国民の理解を得られまい。検査院は2019年から2021年度に計上した約94兆5000億円のコロナ対策費を調べた。実際に執行できたのはこのうち 80% で、18兆円近くの使い残しが生じていた。個々の事業でもずさんな対応が目立つ。自治体の事業に交付されるコロナ交付金を見ると、生活困窮者への支援として行われた水道料金の減免が84市町村では公的機関も対象になっていた。病床を確保するために医療機関に支払われる交付金では約55億円の過大支給があった。医療機関側から対象機関や病床区分を誤った申請があり、自治体や国のチェックも不十分だった。従業員に休業支援を支払う企業に支給される雇用調整助成金が、休業手当のない企業の従業員が国から直接受け取る休業支援金などと重複して支給されていないかの確認も行っていなかった。コロナ対策は迅速かつ十分な対応が必要だったため、手続きを簡素化したり予算に余裕を持たせたりすることもやむを得ない面があった。だがこうした措置は事後確認をしっかり行い、不正受給などに対応するのが大前提。その取り組みが欠落すれば不適切な支出が横行するのも当然だ。コロナ対策を機に国や自治体の税金の使い方はたかが外れてしまった印象がある。岸田文雄首相は検査院の報告を真摯に受け止め、信頼回復を急ぐべきだ。
社会経済活動を縛る行動制限がかからなくなり、行政のスタンスも危機対応型から通常型に戻していく時期だ。政府与党に根付いた大盤振る舞いやばらまきの体質を改め、本当に必要な事業を精査できるようにしてほしい。ということで、やはりですね、税金、私たちが払っている1円1円、血と汗と涙の結晶であるですね、税金の使い方としてもっともっと責任を持って、使ってほしいし、まあ、コロナ対策としてのですね、予算というものについてみれば、当然ながら迅速さが求められていた時期だったので、この最初からですね、完璧性だとか完全性というものを求めていたわけではないと思いますけれども、その中でもですね、やはり、うっかりしていたり間違っていたりしたことがあれば素直に訂正をしたりですね、まあ、受け取った側も、そういうことをきちんと理解した上で、まあ、返金なり還付というかですね、返納なりということをしていくということも必要になりますが、なかなか一度ですね、もらったものを返すというのは人間の気質として難しい面もあるので、やはり最初からですね、慎重に、税金の使い道や、それから実際のですね、この払い戻しというか支給というのも、行わなくてはいけないということについてはですね、異論がないところだと思うので、まあ、この辺のところも難しい問題ではありますが、まあ、今起きている問題の一つとしてこのような問題もあったということだけ確認をしておければいいかなというところですね。で、今日ですね、3つ目の音読の題材については、春秋という日本経済新聞朝刊の一面の、下のコラムですね、この中で最近流行りのテレビ番組などを通じた、エッセイというかですね、コラムになっていて、まあ、これはちょっと私自身が知らないテレビ番組だったり、した面もあるので、まあ、今の社会情勢の一つとして、春秋からちょっと学ばせてもらいたいなと思います。フジテレビ系のドラマサイレントが若い世代に人気だという、毎週の放送直後からネットに感想が多数投稿され、撮影したカフェに行列ができる、真犯人は誰だ、その手がかりは、といった最近よくある推理物とは違う静かな恋愛の物語だ。高校卒業後に別れたカップルが8年後に再会するが、男性は聴覚に障害を抱えていた。制作者らは派手な展開ではなく、人物の感情をきめ細かく描き、早送りで筋だけを追ったり、横目でながら見したりするのに向かない作品に仕上げた。20代の新人脚本家の起用も若い視聴者が共感できるセリフにつながっている。丁寧に作られたものを時間や手間をかけてきちんと味わいたい。そうした消費の広がりをよく目にする。コーヒー豆を店頭で焙煎して一杯ずつ手で入れるカフェが増えている。アナログレコードとプレイヤーを客室に置き、懐かしい音楽を楽しめるホテルも登場した。客だけでなく経営側に若い世代が目立つ点も面白い。映画を倍速で鑑賞したり、歌に冒頭から山本を求めたり、若者のそんな行動が時短至上主義として注目を集める一方で、サイレントのようなじっくり型の作品に支持が広がる。メリハリをつけて共感できるものや、大事な体験だけに時間を割きたいということではないか。最近の若者はという論調には危うさもある。ということで、このサイレントというですね、ドラマ自体はちょっと分かりませんけれども、まあ、同じような傾向があるのは私たちがですね、よく見ていたという中では、日曜日のですね、この NHK の大河ドラマなどを見てた世代についても同じようなことが言えるのではないかなというふうに思いますね。まあ、こういったドラマの傾向と、それから今のですね、時間短縮傾向、時短主義といったらいいんですかね、まあ、この倍速視聴だとか、それからまあかいつまんで要所要所だけ見て、見た感想をですね、伝え合うために要点だけを見ていくというような傾向に問題提起しつつも、やはり今の若者ではですね、そういう人たちばかりではないですよということを案にですね、伝えてくれるような、そんなコラムだったのではないかなというふうに思いますが、なかなかこれだけ世の中情報が多くなっている時代なので、自分が必要な情報だけに絞って得るということも難しいし、
で実際にですねきちんと時間を割いてみなければ本当に有益だったのか無益だったのかということも分かりにくい、演出もなされていたりするので、なかなかこれも難しい問題ではあるもののやはりですね自分で得た情報についてはたとえですね無益に感じるような情報だとしてもその中から何か一つか二つは必ず自分のためになることというのはあるはずなのでそれをこう取捨選択してどんなことでもプラスに変えていく力というものに変換して変換する力というものを身につけていきたいと思います。ということで今日は2022年令和4年の11月9日の水曜日、今日という一日も本当に地味で平凡で取り立てて大きな変化を感じることがない一日になると思いますけれども自分なりに 0.1 ミリずつの小さな小さな点を日々打ち続けることによってやがてその点と点が何かのきっかけで線で結ばれることがあれば大きな変化を体感できることもあるかもしれないしこうした何でもない平凡な一日を感謝して過ごすことによって心が豊かな生活を体感できるので今日も一日笑顔で元気よく頑張っていきましょう。それでは